ゼネラル・エレクトリック・ビルはアメリカ合衆国ニューヨーク・シマンハッタン・クミットタウンにある超高層ビルである。ロックフェラー・プラザ30番の GE ビルと紛らわしくないようにその住所であるレキシントン・アベニュー570番と呼ばれることもある。ゼネラル・エレクトリック・ビルはレキシントン・アベニューと51丁目の南西の角に立つ歴史的な50階建て高さ200メートルの超高層ビルである。 クロスクロスのジョン・ダブル・クロスによって1931年に設計された当初の名前は RCA ・ビクター・ビルであった。このビルは RCA から GE へと竣工するより前に譲渡された。このビルはパーク・アベニューに面したセント・バー・ソロミュー教会のビサンチン様式の低層ドームの背後にそびえ、同じサーモンレンガ色で揃えられている。しかし、 レキシントンアベニューから見ると、50階建てのゴシック様式の塔は目立って高く独自の個性を持っている。このビルは古典アールデコによる単純化を通した力という視覚的なメッセージを放っている。建物の基礎には成功で豊富なレンガ在庫、建築的な人物彫像、正面入り口の上の角には、 曲線の G 色ゴのついた目の引く時計及び銀色の肉体のない前腕の体が施されている。ビルの頂上部はゴシック様式の狭間飾りがダイナミックに施されているが、これは電波を表現していることになっており、夜には内側から照らし出される。ゼネラルエレクトリックビル電波をデザインしたビルの頂上部ビルの飾りがくこのビルは2005年の 映画ミスターミセス・スミスに登場し、アンジェリーナ・ジョリー演じるアサシンとして働く、ジェーン・スミスによって、アイテンプと呼ばれる任務における陰謀活動が、スイートルーム5003で行われる。ありがとうございます。